さてと。さて、じゃあ、戻ってきますか、とりあえず、ぼつぼつと。そうね。こっからだと、ツノコに出た方が早い、手っ取り早いか。うん、そうだ。うん。もしくは、うん、ちょっと、うん、今日行ったらあるかな、寄ってみたいところはあって。あ、じゃあ行こう行こう。ちょっとたら遠いんよ。うん。南？南。はい。いや、あの、別に別の日にしようかなと思っとったんやけど、うん、あの、滝。滝か。あ、滝近いじゃん。近くはないけどね。近くはないんだけど、うん、あの、滝にグッティ残ってんだね。あ、うんうん、ある。うん。グッティってもうなくなったと思ってたからさ、この前のさ、そのスーパー紹介リストみたいなやつでもさ、グッティ外しとったんだけどさ、うん、ギリギリ滝にあるらしくて。グッティってなんか、結局なんかのグループなんだっけ？ゼニア。あ、そうだ。が、ゼニアとなんかホームページがね、一緒になったと思う。そうそうそう。で、四日市のところなくなって、他のところも、あの、もともとどこだったっけ、芸能とかにもあったよね。うん。ああ、グッティ。グッティってもう一つなかったっけ、玉木がどっかに。そう、玉木町と、うん、滝だったっけな、うん。うん。そう、あ、残ってんだと思って。なんか久しぶりにちょっと、また予定、あの、それこそ、あの、うん、恵方巻きの情報チェックするのにまた情報仕入れに行かなあかんなとか思っとってんけど、うん、こっからグッテー滝は1時間3分、うん、遠いね。確かにここから松坂どこの道、そっか道がねえな、まあ、一応松坂向いて行く、うんうん、道はあるけど、もうちょっと北側でなんかこっちの方しかないスーパーって何があったっけ。あ、ゼニアでいいか、それこそ。ゼニアどっかにあるだろう。ゼニア、ね、にあるもんな、うん。一緒だもんな、多分グッティと思う、今。うん、ゼニアいるとこや。あの丘一神殿か。あの丘が近いか、ここからだったら。そうだね。ちょうどいいね。あ、あのいいじゃん。うん。あ、あのってもうほとんど、あ、そっか。近い近い。近いか。うん、いや、あの、戻り道のところだからいいよ。うん、いいよね、うん、全然あり。うん。ちょうど、あれだもん、グリーンロードだね、これは。グリーンロードだね。はいはいはい。うん、じゃあ早速行きましょうかね、はい、そこで飯買うか、まあ途中で飯食ってもいいけど、うん、よいしょ。さあ、またさっきと同じ道をもう一回頼む、聞くのかい。やばい、スターゴルフで楽しんでるよ、うん、あれね、いや、優雅な家庭っていうのはああいう家庭を指すんだよ。そうやね、本来の客層見てあげと、そういうことだ。うん、すごいね。ここはコスメ屋さんね。あ、まあ、それはミナードだからね、うんうん、あれか、工房ってなってるってことはなんか自分で調合してその、うん、作ったりとかできるのかな。あ、なんかね、好きな香水作ろうみたいな、うん、あ、ってことは、これ、左か。あ、ちょっと待ってて。左曲がるよ。左だね。あ、言っとった細い道行ってみる。え、言っとった細い道って何、あの、775? これだと逆方向だよ。いや、この先にもあるでしょ。あれ、あったっけ？あ、775あったけど、うん、これはね、本当に北向いてるよ。まあ、北の、それこそなんだっけ、西青山のあたり。これってね、おすすめしない。さすがにやばい。絶対やばそうだもんな。うん、まあ、行ってみてもいいけど。まあいいや、カメラこっちに向けてるし、別に。通行困難。路面不良につき。通行困難ってなってるわ。うん、ひでえな。とんでもない道だな。うん。いや、もうこの地図見てもやばいもん、これ、通ってる。やばいわ。うん。ギザギザだもんだからね。やれやれやれ。あ、でも腰が完全回復してる。いや、ありがたい。全然全然楽だわ。不思議なもんだね。うん、あと交通の便の悪さっていうか、もうスペイン村みたいだけど。本当？人いないし、交通の便悪いけどサービスは満点みたいな。これこそ本当になんか、
圧倒的に人がいないもんな、うんうん、アメニティサービスとかもめちゃくちゃ充実してるのに、うん、まあだってこれ島スペイン村の日じゃねえもんな、うん、交通の便の悪さで言ったら、ね、ホテルで暮らすのかな、県民割とかでいくらだったんだろう、リゾートホテルだから多分日本ぐらい行くんじゃないかなと思うようで、まあね、うん、やっぱ高いだろうね、うん、だからあの傾向としてはあそこに近いのを感じた六国高原ホテル、うん、六国高、あのいなべの、そういなべの、あの時間前住んでたとこだ、うん、あそこ高いんだね、あそこは高いっていうか、うん、あのもうゴルフ場の会員様とセットみたいなバーターになっとるのよ、うん、そうなんだ、で実は、ね、800円ぐらいで、うん、あの日帰り温泉もやってるの、 あったね、うん、登り立ってたわ、あそこに関して言うと、ね、なんて言ったらいいのかな、別にその温泉が、まあ、天然温泉なんだけど、うんうん、なんかめちゃくちゃ広いとかではない、今日のところの半分ぐらいで、宇宙が一つに、うん、今日のところの、露天風呂も3分の1ぐらいのスペースの、うん、露天風呂がポンってあるっていうだけ、うん、ね、まあ、激温泉と変わらんぐらいかな、あげき温泉の方が全然でかい。あ、そうなんだ。うん。あげき温泉の5分の1ぐらいのスペース。うん。はあ、うん。で、もう内湯も一つ、外湯も一つ、みたいな、うん。うん。で、800円か。うん。今800円だったっけ、値上がりしたかもしれんけど、うん、1000円だったかもしれん。うん。で、タオルとかはついてくる。うん、で、あそこはね、ドリンクがワンドリンクサービスでついてくるんだわ、うん、そこのホテルの喫茶店のやつが、うん、何がいいってね、うん、俺ずっと通ってて、うん、何十回も行ったけど、うん、他のお客さんに会ったのが2回しかないっていう、はあ、うん、だって みんな揚げ木の方行っちゃうもん、うんうん、うちも知らんかったもん、あれ、うん、こんなとこになんか天然温泉の上り立ってるみたいな、うん、そうだった、本当に、まあ、とにかくもう一人でゆっくり入れるから、ああ、うん、それあれ入ろうと思わんすね、うん、検索結果とかにも出てこないもんね、あのそういうサイトとかにも、あれ出てこない、うん、本当ひっそりやってるんだなって感じ、うん、六高原ホテルだからね、あ、だからその2回あったうちの1人はゴルフ終わりの人やった、うん、もう一人の人と会った時だって、お客さんが来るって二人で感動したんやから、すごい、自分以外のお客さん初めて会いました、私も初めてですって。いや、とにかく、ね、一人でゆっくりできるでいいんですよねっていう。で、そのドリンクサービスやから、喫茶店のところでゆっくり時間過ごせるしさ。うん、席につけて、うん、もちろん、うん、うん、でそこの喫茶店のところはあの座敷スペースもあるもんで、うん、足伸ばせれるし、全然くつろげるから、うん、島スペイン村もあったよね、温泉、うん、あそこは日帰りやってたっけ、島割りのやってる、日帰りやってんだ、やってたはず、ここもお参りしてく、せっかくだし、ああすごい古い橋がある、ああいいかな、ここと思って、ちょっと Google です、こういうのもね、Google で調べる癖ついちゃったから、どういう神社なんだろう、言われ書いてあるって言ったら、福田山、ん、福田山、うん、うん、浮神社でいいのかな、浮、うん、何なんだろうね、この住所が津市白山町福田山っていうところだ、うん、へえ、うん、じゃあ早速行ってみましょうか、うん、よいしょ。